4回裏中日の攻撃になります。4回表の広島が2番からで三者凡退、中日4回裏は3番からです。特に高木さん、はい、関川が第1打席ボールに手を出している、三振している、こういう後というのはどうでしょうね。関川がいやもうね、非常にあの反省してられるでしょうからね、この打席はということで入ってますから。とにかく中日の3番として堂々との働きをしている、もうこの関川打線から外せませんよ、ちょっと面白い数字に気がついたんですが、この昨日までですが、中日はチームの総安打数が658本なんですよ。そして打たれたヒットの方が655本ですから、ほとんど違わないですね、でさあ得点と失点どうですか。ほとんど打ったヒットと打たれたヒットが変わらないのに、得点失点の方は375と269、全然違うんです。そうなんですね、この、数字、得点失点、それから打率防御率、いろんなところを見ますとね、なるほど、これは中日トップで当たり前だなと。そうです、数字がみんな出てますね。そうなんですよね、非常に効率のいい攻めをしている中日です。横浜がね、新幹線のやり切りなんですよ、そうこの割にはやっぱりドローンとそんなに変わらない、得点がね、10点しか違わない、しかも今度は失点の方がすごい、そうなんですね、失点というのね、まあ、この差でこの違いが出てるんでしょう。現実にチーム防御率トップの中日が首位に立ってますし、防御率2位のジャイアンツが2位にいるわけですから、それから総失点もそうですね、一番少ない中日、2番目に少ないジャイアンツ、他にもそういったものを探しますとね、犠牲フライ一番多いのが中日なんです、2番目に多いのがジャイアンツなんです、あまりそういう犠牲フライで点取るというのはうまくなかったんですけどね、ドラゴンズというのはね、サード行ってもなかなか去年までは、ね、犠牲フライが上がらないっていうね、去年までは本当に三塁までは行くんだかなと星野監督が何度悔しがったことか。今はちょっと微妙ですけれども、この打席も関川は随分ボールに手出してますね。そうですね、ねえ、プロとはスピードはあるんですけどもね、このストレートが少しストレートに下すと力負け。2-3 でえいやという感じで投げ込んだストレートだと思うんですが、やっぱり振り負けてましたね、力ありますからね、だからこのストレートがもう少しコントロールできるようになると、あの変化球もずっと楽になるんでしょうけど、今もちょっとスイングの真似をしながら帰っていった関川ですけれども、黒田がちょっとリズムに乗ってきたかな、それとそのもうとにかく開き直ってやっていくよりしょうがないという、これはもうチーム全体そういうところでしょうし、でこれがまた口でね、開き直れというのは簡単ですけれども、開き直るってどういうことなんだって、そういう時に言うことは決まってるんですけどね、まあ、高木さんも監督時代思い出したくない黒星街道というのがありましたから、そんなことはもうしょっちゅうありましたからね。どう言いました、選手には。まあ、前向きにやるしかね、やるじゃないかということで、あとはもうその個々の選手を早くやっぱり復調すべくね、練習するしかなかったんですけどね。春川監督も同じですね、もう一試合一試合前向きにやるだけです。まあ、野村さんならいろんなことね、格言も含めて、こう喋る方で
言えたかもわかりませんが、私の口のさっぱりでしたからもうグラウンドでやるより仕方なかったんですけど、センター後方です、上がりすぎたかな、あちょっとねライブボールでしたけど、上がった時にね、あちょっと上がりすぎたかなと、うん、一瞬そんな気はしたんですが、やっぱりあの試合前のスピードボールコンテストでゴメスの息子さんが出てましたから、多分家族観戦中でしょう、ね、もう夏休みですかね向こうは。あそうですね、そういや、家族が来てから何か打ち出したようなゴメスなんかそんな感じしましたよね。今日もそういえばオールスターでね、向こうの選手はお子さんがベンチに入ってますね。ベンチにいました、あれリツケンがなんかのね、びっくりしましたけれどもね、ゲーム中なんですが、もっともあの退場になった監督が口ひげつけて入れるところですからしかし向こうの野球は随分そういう面では違いますけどね、面白いですね、はい、ただその一方ではね、あのジム・アボットという積乱のピッチャー、これはあの日本でもおなじみですが、はい、彼があの DH 制で亡くなってナ・リーグを移ってブリュワーズで、うん、初めてヒットを打った時には、うん、スタンドのお客さん全員総出しでスタンディングオベーションだったそうですよ。ヒット打つんですもんね、しかもタイムリーだったそうですね、片手でヒットを打つ、しかもメジャーリーグで大変なことでしょう。そういうそのグラウンドとスタンドの一体感というのは日本とアメリカにはまだまだ違いがあるような気がいたします。セカンドゴロです。4回は両チームとも高打順で、ひょっとしたら動きがあるかなと思ったんですが、両方とも三者凡退でした。4回終わって0対0です。